足を止めて聞いていただきありがとうございます。改めましてアナエリカと言います。今からね、数曲カバー曲をお届けしていくので、お時間ある方よかったらぜひ聴いてみてください。そしてね、前に看板が置いてあるんですけど、前の看板読み込んでいただいたら SNS 出てきますので、よかったらぜひフォローお願いします。もうね、少し暖かくなってきたから、これから先あんまり歌えなくてなるであろう冬っぽい曲を歌っていこうかな。Thank you.
ジオライブっていう、ね、活動をさせていただいてるんですけど、でもその中でもこの曲をカバーしたことによって、ね、いろんな人に見つけていただけたきっかけになった曲を今から1曲歌いたいと思います。愛の形。
してきて、今年で私は10周年になるんですけど、何かこういつも応援してくださる方に恩返しができたらなと思って、地元にね、まずは自分の地元に恩返しがしたくて、無料でワンマンライブを、させていただくことになりました。このライブに向けてこうして路上ライブをしているので、最後は自分の大切な曲を歌いたいなと思うんですけど、そのね、地元で私がまだ活動をしている時に友達の結婚式に作った曲を1曲歌いたいなと思います。実話をね、元に作った曲なので、なんかね、どこか共感できるところとかね、あれば嬉しいなと思います。それでは、あの日あなたがお届けしたいと思います。少し出てきた